紹介、問題一、一番、男の人と女の人が話しています。女の人は何を出しますかすみません。お茶をください。はい、お茶です。あと、ケーキもください。あ、すみません。 ケーキはもうないんですけど、サンドイッチはいかがでしょうかじゃあ、それでいいです。女の人は何を出しますか 2番、男の人と女の人が話しています。これから何を練習しますか先生、ピアノの練習は終わりましたが。じゃあ、これから英語を練習しましょう。あ、その前に中国語の練習を先にしましょう。はい。 これから何を練習しますか ?3 番男の人と女の人が話しています一番背が高い人は 誰ですかようこさん、ようこさんの妹さんはずいぶん大きくなりましたね。ようこさんよりも背が高いんじゃありませんかいいえ、父や母よりは高いですが、まだ私ほどじゃありませんよ。一番背が高い人は、 誰ですか ?4 番男の人と女の人が話しています明日、留学生はどこに着きますか ああ、木村さん。はい。明日、駅へ留学生を迎えに行ってくれないはい。空港じゃないんですか昨日、成田空港に着いたんだけど、明日、新幹線で仙台に来るから。わかりました。明日、留学生は、どこに、 つきますか ?5 番男の人と女の人が話しています。英語の辞書はどこに置いてありますか へえ、辞書はここに置いてないのか。日本語の辞書ならすぐ左ですよ。い,いえ、英語の辞書を探しているんです。あ、外国語の辞書は窓の前にあります。ああ、ありがとう。英語の辞書はどこに置いてありますか 6番、男の人と女の人が話しています。男の人はいつ北京に行きますか田中さん、3月に北京に行くんでしょいつですか ?3 月10日です。ああ、10日ですか。太郎くんも行くんでしょ え、私は4日ですけど。じゃあ、向こうで会いましょうね。男の人はいつ北京に行きますか 7番、女の人と男の人が話しています。宿題は何曜日までですかこの宿題、明後日の金曜日までですよね。え、違います。明日までですよ。明日まで本当ですよ。木曜日の朝までですよ。今日は。 水曜日です。あ、大変だ。宿題は何曜日までですか問題21番 男の人と女の人が話しています。部屋はどうなりますか今夜は月が綺麗だね。電気を消して窓を開けようよ。でも寒いわよ。少しでいいでしょう。それじゃあよく見えないよ。半分ぐらい開けようよ。はいはい。はい 部屋はどうなりますか 2>, ?2 番男の人と女の人が話しています男の人は朝何を食べますか 朝は普通パンですかい,いえ、おかゆです。それに卵が一つ、マントー二つです。男の人は朝何を食べますか 3番、男の人が忘れ物をしました。男の人は何を忘れましたか変だなあないなあどうしたの忘れたのかな今日は珍しい鳥を見に行くのに。カメラうんうん。写真じゃなくて、声、ないんだよ。 ああ、声の方ね。男の人は何を忘れましたか四番、男の人と女の人が。 話しています。二人が見ている写真はどれですかこれは私の家族の写真です。いつの写真ですか一年前に撮ったものです。一番右の人はお母さんですかそうです。一番左は父で、父の右は私です。 お母さんの隣は弟さんですかいいえ、兄です。兄は背が高いでしょう。二人が見ている写真はどれですか 5番、男の人と女の人が話しています。正しい絵はどれですかお兄ちゃん、お母さんはさっきここにいたけど。電話なのに。ああ、外で車を洗っているよ。車を洗っているのはお父さんでしょああ、そうだった。お母さんは さっきせんたくしていたよ。いまどこにいるのかしら。正しい絵はどれですか ?6 番。 男の人と女の人が話しています。女の人はどうしますかはい。では、撮りますよ。ああ、顔はまっすぐじゃなくて少し横の方を見てください。はい。笑ってくださいね。ああ、口を開けないようにお願いします。はい。 女の人はどうしますか問題31番相手の趣味を尋ねます。何と言いますか 1> 1 何の才能がありますか ?2、あなたの長所は何ですか ?3、ご趣味は何ですか ?2 番、 友達からプレゼントをもらいました。何と言いますか ?1、ありがとうございました。2、お世話になりました。3、お邪魔しました。 3番、朝、会社で、社長に挨拶します。何と言いますか ?1、社長、おはよう。2、社長、おはようございます。3、社長、どうも。 4番、電話で相手の名前を尋ねます。何と言いますか ?1、もしもし、誰ですか ?2、名前は何ですか ?3、失礼ですが、どちら様でしょうか 5番、寝る前に何と言いますか ?1、こんばんは。2、さようなら。3、おやすみなさい。 問題4、1番。すみません。これはいくらですか ?1、5キロです。2、20円です。3、20歳です。 2番、すみません、お茶をください。1、ありがとうございます。2、はい。3、どうも。 3番、このカバンは誰のですか ?1、田中さんです。2、木村さんのです。3、違います。 4番、あの方は、どなたですか ?1、優しい人です。2、いい人です。3、田中さんのお母さんです。 5番、朝食は何にしますか ?1、仕事をします。2、パンとミルクにします。3、何もしませんでした。 6番、いつもお世話になっています。1、どうも。2、こちらこそ。3、どうぞよろしくお願いします。